何作ってますか？あ、割れちゃったまた。え？アボガドを作ってます。お、シャン。これでもほんまめっちゃええな。うん、無印のスケール。いいな、おしゃれやな。買って正解。見て正解。パスタはナポリタンを作ります。しゃべらんって言ってたとか言って。僕の得意料理はナポリタンです。これやっぱりアボガド硬いわ。まだ硬いやろうなって思いながら選んだけど、昔よなアボガドって。ケチャップって予備あったっけ？ケチャップはあるはず。あ、デルモンと買ってくれたんやったっけ？なんかスヌーピーのやつ。何やったっけ？ヘイジルナッツじゃなくて、あのチョコのやつ。あのチョコと同じブランドの。何やっけ？チョコと同じブランド？そう、デルモントじゃなくて明治。違う違う違う、何やっけ、ハーシーみたいな。知らん。え、何やったっけ。ほんま知らん。これもアボガドの皮がペロンって取れへんことがストレスやねん。まあ、そんなイライラせんと。あ、醤油ない。醤油って買ってきてたっけ。買ってきてる。あ、じゃあ新しいの出したい。まあいいか。うん、とりあえず今日は何も食えるでしょう。とりあえず今日はこんぐらいにしといたら醤油足りろ。多分大丈夫。アボガドカッチカチや。カッチカチや。そうやな。うん、うーん言うてもう、うーん言うてもうーんとしか言われへん。深いじゃない。うん、深い。深いくない。深いやん、ね、ある意味そうやね。深い、違う意味の深い。違う意味も何も。深いは深いやろ。深いの深いじゃなくて、ただの深い。そう、ただの深い。すいませんな。シェフのナポリタンはね、すごい美味しいんです。急に喋りかけるやん。お塩まだ入れてない。入れておりません。よし、切れた。じゃあ、このパスタ茹でる鍋みたいなの欲しいな。パスタ茹でる鍋。いつも言ってるけど。料理できる人から見たら私の包丁さばきめちゃくちゃ怖いやろうなと思うんだけど。ん？料理できる人じゃなくても怖いで。そう。そう？そんなに危なっかしかった、私の包丁さばき。いや、隣に立ってたから。ああ、うん、ウインナーとか何も準備してないの。はい、よか。ロースはロースです。え、
カメラ近づけんでいいの、まあ、どんなになった時、私がアボカド終わったら近くに寄せたらいいや、うん、近づいて見てもらうほどのもんもないけど、あ、うまい、あ、危な、危な、挟まれるとかやと思う、ちょっと今のは私が悪くない、二人でごめんねって言ったらあれちゃう、ごめんね、ごめんね、平和や、すごいところで切り出すの、だって場所ないねん、どけるやんか、はるちゃん、ちょっと入れた、あいつら二人どこ行ってるんだろう、あ、でもあんま時間がないので、パスタのリミットを励ましてます。あらあら。手があと8本ぐらい欲しい、8本欲しい、よし、OK、もうほぼできたようなもんや、わしは、なんかポケモンで手が8本ぐらいある、なんかバーバリーみたいなポケモンおらんかった、ルージュラーか、ルージュラは8本もない、何やったっけ、なんかバリア、バリアードみたいなの出すやつ、バリケードみたいなの出すやつ、俺やん、バーバリー、ルージュラ、ルージュラはなんかの魔女みたいなタラコ唇、あ、じゃあ違うわ、なんかあかん、バーバリーしか出てけない、バーバリー、バーバリアボガドがだいぶ硬いから、そのまま一晩寝かしたらいいんちゃう、まあ、ええか、いい、いいよ、硬いけど、あ、歯鍛えれるかええ、そんな硬ない、そこまでウインナーって美味しいよな、一枚あの分厚いまな板欲しいな、なんかこの薄いまな板がもう、うん、できたよ、ちょっとパスタだけほぐしといてもらうのね、さっきちょっとほぐしてんけど、そこにの箸が出てんの、箸これ、うん、
何やかんや言うてクリームチーズは買ってきた方が良かったな。じゃあな、まあまた買い物行くときに買ってきた。完成です。喉にひっついた。ピッて言ってなかったそういうお茶目なところもありますよね。美味しそう、いい匂いがしております。それは何をしとるんですか。ナポリタンはね、うん、パスタを水で締めて、うん、炒めてから入れるのがいいね。僕はバターで炒めます。いきますか。はい、なんでパスタっていうよりもなんか定食みたいな感じよね。なんかうん、あんま伝わってない感じ。焼きそばみたいな感じ。あ、そう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 。
勢をソースをもう先にこっちに絡ましといてね。パスタを煮込みながら。パスタのね、炒める具合はね、適当ですよ。まあ、水気がだいぶ飛んだらいいかなと個人的には思ってますけど。これね、別々にそれぞれ炒めるからめっちゃ洗いも増える。どっちがいいか。こっち？うん。どっちでもいいよ。美味しそうな匂いがしております。バターの芳醇な香り。バターの芳醇な香り。もう、じゃあ今日は混ぜるだけ。すごい美味しそうです。あとは、僕は甘めが好きなので砂糖をちょいっと。で、砂糖はね、もうルールがありますよね、使うときは思てる倍、思てる倍切り。あ、口に。で、ケチャップは最初にしっかり具材と絡めて炒めといて後から入れるやねんけど、でもちょっとね、僕こだわりがあって、ナポリタンってちょっとケチャップベチャってしてる方が美味しいっていう持論があるんで、うん、最後に足します。どんぐらい？あの、ナポリタンがベチャってなるぐらい。なんかあの、気持ちはオムライスの上にかけるケチャップみたいな海苔。なるほどね。以上。以上。できました。できました。完成です。じゃーん。じゃーん。おいしそう。今から盛り付けます。いいね。そうですね。盛り付けはね、いろいろ考えた結果、はい、思いのまま、思いのまま盛り付けてください。いつもこだわってな、盛り付けようとして失敗すんねん。そうそう、こだわって失敗して、なんかあの、なんかなんていう、納得いかんにやったら、うん、もうこだわらなかったらええんやな思って。私チーズ出したままやった。もうそのままバーンってな。そうそう、バーンってな。こう盛り付けてる姿がね、一流シェフみたいな顔してますけど。いらっしゃいませ。今日のシェフのおすすめは何ですか？おすすめはね、あのスーパーで買ってきたシュークリームです。ナポリタンちゃうんかい。でもあとは、めっちゃ私の手がプルプルしとる。お好みでね、粉チーズ、お、詰まっとるな。出てこい。湯気で湿気るんちゃうかこれ。うん、出てこい。まあ、そんぐらいしといたり。
今日はこんぐらいにしといたろ。あとはパセリ、ちょっと彩りを。はい、こんなもんでいかがでしょうか。完成ですか。完成です。完成だし、完成だし、完成だし何あれ完成だし、おいしそう。からのシェフの顔は何やこれこんな感じです。今日のご飯です。こちらです。このナポリタンとアボガドクリームチーズと、あと主君はビールを飲むそうです。私はどうしようかな、チューハイでも飲みましょうかね。何飲みます、これより。そうだね、ほろ酔いにします。じゃあ今日のクッキング終わり。バイバーイ。バイバーイ。